ニューハーバー。でも綺麗になったりするのって男の子の目を意識しだしたりしてからってさ、うん、綺麗になる子多くない？うん、そうでしょ。口紅買って初めて買ったのってさ、うん、いくつぐらいの時？漫画読むじゃんみんな、うんうん、そういう時ってさやっぱ自分のさ好き嫌いに絵が合うか合わないかで見ちゃうの、うん、見る見る見る、うん、岡崎京子とさ、うん、キャンディー五十嵐由美子とか五十嵐由美子とかさやっぱさゴールデンラッキー何それ知らないすっごい面白くないあれなんか北斗の剣面白いあ北斗の剣とか面白いね面白いでも実はさちょっとなんかヤンキー漫画って実は面白くないヤンキー漫画面白いなんだっけ、ね、バッドボーイだっけバッドボーイとかね今日から俺はが面白い面白い漫画って絵で選ぶかな、うん、でもブラックジャックがかっこいいんだけど手塚さんが描いたやつかっこいいよね気持ち悪いけどかっこいいかっこいいよねなんか絵とかかっこよくない、うん、かっこいい、ね、惚れるよね買おうかと思っちゃった漫画の主人公に惚れたりしないそうですねタッチのさ達也と和也、達也和也あとさそれかペルシャのリキとガクとかいや私惚れて子供にね、うん、あの漫画のねその主人公に惚れて漫画主人公は聖介って名前だったのだからずっと生まれた子供は聖介にしようとだから聖介そうそう男の人の描く漫画の方が面白くない、うん、女の人の描くさイジ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 してるやつって嫌じゃない、うん、絵とかもなんかさやけに目が縦長でさ折れそうな絵とかね何かね異様に顔に線が入ってるのね横に、うん、男の子が読むやつの漫画って結構面白くない男の子の3年とかさ、うんねうん、ジャンプとかジャンプとか寿司漫画寿司漫画男の子ってなんでさ小学生からさ大学生ぐらいまでジャンプ買うのみんなああねえ、ね、どんなことあれさ全部一面もったいなくない、うんおりゃーとかさ、うりゃーとかさおりゃーとそうそうそうこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますで僕はですね、男子高校出身だったもんですから生活の中で、その高校生の女の子が周りに常にいる状況っていうのは今までなかったんですよですから女子高校生っていうのはもうほとんど中学校の時の女の子とあと大学あとその大学の途中から仕事を始めましたんでその生活の中での女性っていうもののあくまで間を自分の想像で埋めていくような形の、まあ、一種男性から見たただの妄想でしかないんですけれどもそういう空想の産物が僕にとってのあくまで女子高校生っていうものですね口紅買って初めて買ったのってさ、うん、いくつぐらいの時中学そうだね中学だね3年ぐらい中学3年ぐらい、うん、でもその前ってさ異様に色付きリップとか買わなかったそうそうそうえーとか言って学校とかつけてさ、うん、そう、うん、ちょっとお姉さんちっちゃい時にでも買わなかった買ってとかもらわなかったはいくれーお母さんの勝手につけてた私も親のババみたいなそうそうそう親のつけてるやつだからなんかさ真っ赤真っ赤とかさなんかちょっと悪趣味っていうかそうそうそう若い人には向かないのにさ匂いがとかでさなんかババの匂いが粉っぽい匂いがするそう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 でも初めて買うのって大体さピンクとかじゃないのそうピンクだねピンクでピンクを何本か買ってからなんか茶色とかそう自分にはピンクは似合わないなとか思ってた、うんうん、最近さ口紅でさみんな何色つけてる大体、うん、っていうか何色系が多い
茶色。茶色いよね、うん、でもさなんかすごいパールピンクとかつけてる人いるじゃん、うん、制服で、うん、やめた方がいい、やめて、うん、やっぱさなんか日本人にはきっと茶色系しか合わないんだって絶対とか言って赤って合わないよね。赤合わない。確か子供に赤って合わなくない？合わない。合わない。大人は口下げ女みたいな。ね。何に合わないのって感じ。大人に赤はかっこいいけど、うん、子供に赤はなんか似合わないよ。似合わない。子供？子供。子供は私たち。なんかさでもどんどん買っちゃわない口紅って。買っちゃう。てかさ、見るじゃんなんか見ると欲しくなっちゃう。そう。でも買ってお家持って帰るとなんかちょっと色が違うだけでそう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 、でもなんかさ、うん、こっちの方が私には似合う、家にいっぱい溜まっちゃうんだよね、うん、でなんかで全部使わないの、そうもったいない、うん、もうちょっと大人になったら赤つけたいな、ね、赤何歳ぐらいになったら似合うようになるのかな、私の顔だと一生赤い口紅できなそうなんだけど、そう違う、口だけ浮いちゃうの、黒い洋服とか着ると顔がなんかインパクトーンが薄くなるのかな、赤の口紅平気そうじゃない、ダメ、なんか、うん、口しか見えなくなるの、遠くから見て私、キューちゃんみたいなでも、ローズ系のさ、うん、色とかは可愛くない結構、うん、可愛い、口紅やさ、マニキュアとかさ、うん、する時って洋服、全体の洋服の色とかと、うん、考えてるよね、ね、アイシャドウとかってそうじゃない、あー、そうだね、黒っぽい洋服着ない灰色とかさ、うん、同系色みたいな、うんうん、なんかさ、なんていうの、茶系の服を着るときはマニキュアもやっぱりさ、うん、ピンクとかよりは茶色っぽい方がいいとかそういう、うん、茶色とかは結構合わせやすいっていうか、そうだよね、男児でも、うん、それにそんな濃い化粧とかしない、うん、しないよね、うん、しないしない、できない、私もできない、うん、でもさ、お化粧とかをしてさ、なんていうの、なんかさ自分のさ、なんか心がさ満足すればいや、なんかお化粧とかして自分が可愛くなったなって思い込むじゃん、やっぱちょっとは、うん、そうすると本当に可愛くなってきそうじゃない、ああよく言うね、鏡を見て笑って、うん、そうそう、自分に可愛いって言うと可愛くなるそうそうそう、可愛いって笑うんだって変な宗教みたいな可愛いとか可愛くなるんだって、でもなんかさ青春的なことで顔とかって変わってこない、やっぱ変わるんじゃん、見方が変わるのか、うん、周りの、でも、うん、顔とか変わってくるよ絶対、そうね、人が好きになると可愛くなるっていう、やったら可愛くなった、やるとなんか可愛くなるとか言わない、綺麗になる、綺麗、でもさそうそうっぽくない、なんかそうあの子があー可愛くなったよね、痩せた、痩せすごい痩せたよね、美しくなった、美人になった、で前はなんかさ鬼だったよね、前はなんか顎出てるよ怖いよやばいわとかでも綺麗になったりするのって男の子の目を意識しだしたりしてからってさ、うん、綺麗になる子多くない、うん、そうでしょ、なんかそういうのに気づいた時から、うんうん、お化粧とかしちゃって、うん、エストとか行ってる人いるかな、エステに行ったとか思って自信になって出てるのかな、うんうんうん、本当に効くのかな、何回か行けば効くね、何回か行けば効くんだ、自分の心がさ、うん、わあ私の心が美しいとか思うのってどういう思ったりする時ある、うん、てか心が美しい人は見た目も美しいっていうね、あー、うん、なんかわかるよね、うん、でもさうん、でもでもなんかどんなに心が美しくてもさとか、うん、でも喋ったりすると分かるよね、心が美しい人っていう、でもなんかすごいさ自然とかを見てさ、うん、感動してる自分とかさ、うん、もしかしたら心が美しいとかなとか、ね、感動して泣いたりする時とか、映画とか見てない私って美しいその時は思わないんだ、それがいっぱいで、うん、後になって考えるとドン松五郎を見て泣いてた、うん、小学生の小学生の私ってもしかしたら心が美しかったのかも、ちっちゃい子ってさ可愛いと思わない、
えなんかさちっちゃい子でパーマとかかけててさちょっとおませちゃん、いやいや生意気、いやそれはちょっとヒョウ柄のさヒョウ柄とか着てでしょ、そう親がなんか親とお揃いかなんかの着てさ、そうそう親がアニエス着てさ、そうそうそう子供がなんかさアニエスのちっちゃい子の着てさ、子供はねミキハウスでいいんでしょ、ヤンキーだよそれ、ミキハウスとかね INS、 えでもさなんかなんていうのちっちゃい子とかってさ何しててもさ許す、可愛いじゃん、ね、プール入ってるとさなんかおしっこしそうで怖いそうなの、怖い、近くにいない、あったかいんだよね、あったかいちっちゃい子でスパッツ入ってるよね、めっちゃ入ってるでもなんかさなんていうの、可愛い子もいるけど3歳ぐらいの子で生意気な子っていない時とか、うん、ババアとか言うピアスとかあげちゃってさ、高校生の人にピアス開けてる、いるよ、開けてる、うっそ、赤ちゃん、日本人、あ日本人、え知らない、で親がもうさなんかさなんていうの、 アメリカンとか思っちゃってさ、はいはいはい、うん、高校生とかに向かって平気でババアとかババアババアブスが多い、ババアブス何あれかわいい、それもまたかわいいじゃん、それもかわいい、でもなんか、うん、でもなんか小さい子ってさ、うん、あれじゃんなんか、うん、憎たらしいけど、うん、かわいいよ、小さいものはみんなかわいいって、なんだっけ、なんだっけ、古文かな、古文なんだ昔の人もあれだよ、ウリとか言う、竹取り、竹取り違うよあれ枕の装置かわいいよ、青春納言が言ってたんだよ、小さき小さいものはみんなかわいい、でもさ、バーベ人形とかってちっちゃいけどかわいくなくない、あれは綺麗、綺麗し気持ち悪くないいや、そうちっちゃい時憧れるの、あスタイルいいし、スタイルいい、うん、リカちゃんとか言って話し飛ぶけど、リカちゃんって小学校4年生だって知ってた、え知らない、知らない、高校生じゃない、一番最初のリカちゃんってババアみたいな頭くるくるに巻いてさ、難しい、難しい顔がきつい顔だよね、でもさリカちゃんとかさ、うん、でなんかあれじゃん、お父さんとかお母さんとかいちゃってさ、うん、楽しそうじゃん、楽しそう、お父さん、おばあちゃんもいいんだよ、ハヤマピエール、ピエールって言って知らない指揮者なんだって指揮者、そう指揮者子供の時っていうのは性的な部分で言えばあくまで中性だと思うんですけれども、少女っていうのはこれから女性に変化していく、そんな女性的な部分が出たり隠れたりしている、そんな状況だと思うんですよね。だから絵を描く上でもその変化していく様が描けたらとは思うんですけれども、なかなかそれが捉えどころがなくて難しいところです。小さいって言えばさ妖精とかってさ、うん、どんなだと思う、ティンカーベルって感じじゃない、ピーターパンの、うんうん、木の妖精、ドロールとか可愛くないね、あれ殺したい、なんか首からぶら下げてる人とかさ、ケベットに貼ってんのとか見るとそんなに似てるよねなんか妖精って言ったらティンカーベルみたいなのがいいよ、うん、あれだったらなんか可愛らしい、私も妖精みたいとか風の妖精、水の妖精とかあるよね、あ木の妖精とか、ティッシュペーパーの妖精とか、ね、妖精ってなんかロマンチックって感じじゃない、妖精、願い事を叶えてほしいね、そう妖精って人間の形なのかな、え、なんか違う、いろいろあるよ、ね、るよでもなんかピノキオとかでも出てくるじゃん、あーね、うん、あれ女神じゃなかった、あれ女神かでもなんか実際本当に妖精とかやったらさ気持ち悪いだろうね、うん、バービー人形みたいなのがパタ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 可愛い通り越して殺したくない握りつぶしたいとかそんな感じになる、妖精って誰が見たの、見たの誰か、言い伝えみたいなやつじゃない、そうか、外国と日本にもいんの、日本は妖怪じゃない妖怪いろんな色からさ、うんうん、何想像する、例えば白だったらさ純潔とか、純潔って何、白は天使で黒は悪魔っていう、あーそれはあるよね、ちっちゃい時からなんで黒なの、黒魔術とかね、
白魔術とかね、うん、一番さ、なんか対比するときに使う黒魔術と白黒だよね、うん、赤っていうとバラじゃない、バラ、うん、火って感じがするね、火、バラだよ、あ、だから私バラ、なんか赤ちょっとホモって感じがする、紫がホモって感じ、紫がホモって感じがする、なんか赤が、なんか、うん、赤燃え上がる赤、スペインとかそういうのね、ああ、東京とか、フラメンコとかなんかね、ピンクとか、うん、でもピンクとかってイメージ直接出てこなくない、人になっちゃうの、ピンク、いや、勇気ないとかさ、ピンクってラブホテル、ラブホテルって、私もラブホテルって、なんでピンクなんだ、ネオンじゃない、ああ、明かりピンク、あとは何、でも虹ってさ、なんであの色なの、でもあの色じゃないでしょ、虹って七色って言うけど、いっぱいあるよね、もっとなんか、うん、あるある、ごちゃごちゃしてるよね、うん、ね、昔なかった、なんかさ、何色に人を当てはめてって、あ、何は何、赤は恋人当てて、そうそうそう、紫はセックスフレンドみたいな、そうそうそう、で、なんかそんなことやって一時土曜日でのね、やだー、やだーとか言って、青が恋人なんだよね、爽やかで、そうそうそう、なんか紫って言うとさ、ヤンキーじゃないとりあえず、うん、でも紫結構綺麗だよね、綺麗、色は綺麗、うん、なんかあとさ、黄色が変質者って言わない、そうなの、何それ、イエローピープルって言うじゃん、ちょっと危ない人って、イエローピープルなんか、うん、あれ私言わないっけ、言う言う言う、ちょっとなんかヤバいけどさ、うんうん、あいつ行っちゃってるよって、イエローキャブしか知らない、紅葉も光の当たり方によってじっと見ていると黄色く光ったり黄緑色に光ったりとか、いろいろな色が見えてくるんですけれども、女の子も同じで光の当たり方によっていろいろな色合いが見えてくると思うんですよ。例えばその光っていうのは自分の趣味であったり、場合によっては彼氏かもしれないし、そういったものも含めた上でイラストにできたらなとは思うんですけれども、それはなかなか難しいですね。最近さ、女性のタレントとかで、うん、女の人とかでさ、気になる人っている？国民、国民すごい綺麗になったよ、綺麗だね、国民、なんか同級生は13歳って感じがする、リカコさんとかさ、ねえ、すごい気になる、リカコさんの見てる、あ、次は何してくれるのかなとか言って、あ、なんか宮沢りえとかすごい気になっちゃう、あんまり出てこないから、てかで、パンとでテレビ出ると見ちゃうよね、見ちゃうよね、宮沢りえどうだろうとか言うと、うん、宮沢りえで見ちゃう、見ちゃう、なんかさ、かわいい、宮沢、かわいいよね、うん、てか貴重って感じがする、本当。最近見たのってアイスクリームの宣伝が、そう、それで出てこないからさ、うん、なんかさ、気になるよ、いい時に出てくるね、キョンキョンの存在、キョンキョンとかも気にならない、気になっちゃう、すごい気になる、なんかやっぱり好感度ナンバーワンタレントとか、そういう、必ずさ CM に出るとか、ああキョンキョンね、うん、フェアチャイルドのユウとかもさ、うん、なんかさすごい気になるのね、うん、かわいい、なんかさごっつええ感じとかさ、ね、つい見てしまうユウが出てるからとかって、うん、自分と年の近いタレントとかって異様に気になんない、なる、気になる、水木有沙とかもなんだかんだ言ってさ見る、石田一世とテレビ出てたしとか、うん、スタイルいいよね、うん、変態、あとさ内田有紀とかさ、すごい、あ、かわいい、かわいいよ、あと気になるのはね、やっぱ田中真紀子さん気になるでしょ、うーん、声がねとか、ほんと、なんかさ、なんか角栄さん、うん、死んじゃってるのを葬式のテレビで見たのね、なんかあれ泣いてんの、りりしくない、こういう感じ震えてたけど、うん、男顔負けとかそういう感じ、うん、かっこいい、うん、素敵っていうか、今度、今まで画集、あ、間違えました、すいません。
今まで画集やその他いろいろな雑誌などで発表してきた絵をですね、ビデオや CD-ROM でまとめさせていただくことになりましたので、もし機会があったら見ていただければと思います。かなこです。私立 A 高校の2年生です。いて座で B 型です。と世田谷区に住んでいます。尊敬するタレントはと藤原ひろしさんです。カツです。私立 D 学園高校2年に通ってます。C 座の A 型です。と好きなタレントはセックスピストルズです。でも稲垣吾郎もちょっと好きです。ナミです。私立 B 高校2年で水亀座の A 型です。テニスが好きで武田真治好きです。トモマです。私立 H 高校に通う2年生です。大石座の B 型です。オペラが好きです。長田大二郎なんかいい感じです。そうですね、人間の場合の死っていうのは心臓が止まるとか脳波が止まるとかね、はっきりした形があるわけなんだけれども、絵の死っていうのはもっとその捉えどころがなくて、ただ見た人にははっきりと感じられるものなんだけれども、目の表情が死んでるとか、口元が笑った形はしてるんだけれども、なんか表情が笑ってないとか、そういうつかみどころが書き手にもないものですからね、それが一番怖いですね。でも死ぬ時ってさ、心綺麗だと思わない？あ、死ぬ時は綺麗でしょ。うん、そうだね。なんかさ、欲とかがあるからさ、心が汚いのかな、汚くなるのかな。おばあちゃんとかおじいちゃんって綺麗じゃない？こう死にそうな人って心綺麗だよね。私多分から言って死ぬよね。私多分さ、君はあと なんか3日の命ですとか言われたら、すっごい心が綺麗な人間になると思う。ああ、好きな私犯罪を起こう。だってさ、もうさ、明日とかには自分がさ、なんかさ、いなくなっちゃうっていうのをさ、なんていうの、悟った人がさ、相当心が綺麗なになると思わない？うん、なんか未練がましく死ぬのはあんまりさ、うん、なんかさ、で今までのさ悪かったところをさ全部人よくして、だからみんなに綺麗なところ見して、お葬式でお葬式で流してるの。明日死にますとか、明日死にますとか言われてさ、人の悪口とか思わないじゃん絶対。うん、あ、なんか、うん、あ、自分で何でも受け入れるしかないじゃん、うん、もう死んじゃうんだからさ、うん、明日でお葬式で流せたくない？絵を描いていく上で、やはり綺麗なものを描いていきたいっていうのはもちろんのことなんですけれども、ただそれが表面的なものだけじゃなくて、見てくれた人が何かいい気持ちになれるっていうか、なんかこう澄んだ気持ちになれるようなものをこれからも描けるようにしていきたいなと思います。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。